おはようございます。メルカミ太一です。今日はソースオパブル胡椒ソースを紹介したいと思います。今回マグレドキャナーのソースとして作りました。またマグレドキャナーソースオパブルの動画は他にありますので、そちらを参考にしてください。今回この動画はソースオパブルだけを詳しく解説するように動画を作りました。非常に簡単ですので一緒に作っていきましょう。今回マグレドキャナーを焼いたフライパンを使ってそのままソースオパブルを作っていきます。焼いてマグレドキャナーをロポゼ休ませてる間にソースを作っていきます。このように余分な油ちょっと焦げてる部分を取り除いて、しずれにしたエシャロットを入れてシュエしていきます。エシャロットを入れた段階でフライパンに火がついていません。火がついていると旨味が焦げてしまいます。なのでエシャロットを入れてから火をつけて、このまま鍋に残っている旨味をきれいに剥がしていきます。見てもらったら分かるようにエシャロットの色が変わりました。これは火が通って焦げたわけではなくて、フライパンに残っている旨味、シュックですね、焼いた時、マグレドキャナーを焼いた時に残ってフライパンについていた旨味を剥がしたということになります。そこに塩をしてエシャロットにきっちり火を入れていきます。シュエという作業になります。少し油脂が少なかったので先ほど取っておいた鴨の油を足してきっちり火を入れていきます。きっちりエシャロットに火が入ったら、ここで生胡椒の塩漬けを入れます。ここで軽く炒めることによって黒胡椒の香りがより引き立ちます。軽く炒まったところで一旦火を止めて、ここでこんにゃくを入れます。これ火をつけてフランベしても構いませんけども、エシャロットなどが焦げてしまって焦げた味が中に入ってしまいます。なので火を止めて、火はつけずにアルコール分を飛ばしてください。今回量が少ないので火をつけずにこのまま混ぜているとアルコール分がきっちり飛びます。きっちり飛んだところで改めて火をつけて、ここでジュードキャナーを入れます。ジュードキャナーの取り方はジュードボラ油の鶏の骨を鴨に変えて取ってもらえればいいです。そちらを参考にしてください。ジュードキャナーを入れた後、このまま半分ぐらいレジュイ煮詰めていきます。ソースを煮詰める目安ですけども、入れる本によってだいぶ変わってくると思います。私個人的にはあまり煮詰めた本を用意していません。やはり煮詰める時に中に入っているガルニチュールから旨味を引き出していくのにある程度時間が必要だと思います。なので半量まで煮詰める時に十分胡椒から旨味が出ると思います。半分まで煮詰めたところに生クリームを入れて再度半量まで煮詰めます。もちろんここで味見をして汗染めして味を整えてください。多分胡椒は十分効いてると思いますので、塩だけして最後味を整えてソースオパブルの完成です。今回マグレドキャナーを焼いたフライパンでソースを仕上げたことによって、よりフレッシュ感のある美味しいソースができました。やはり毎回肉を焼いたフライパンを使ってデグラッセしながらソースを作ると、やはり一味違った感じの美味しいソースができると思います。完璧なキリストに仕上がったマグレドキャナーを温めたお皿にのせて、最後ソースオポアブルをかけます。もちろん肉のキリストがあるときは肉のキリストが分かる程度にソースをナッペして
ソースをかけます。このソース牛肉にも非常に相性がいいので、ぜひ作ってみてください。それではお疲れ様でした。ボナペティ。